裁を下そう。味方のタックデプロイビーコンが破壊された。トーマジンを排除。私の前で死んでいけ。ビーコンは排除。敵の UAV が旋回している。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は BO4 ベータで AR バーストージを使った動画になります。カスタムはこんな感じですね。この AR は確か一番最後に解除される AR だったと思います。これがね、かなり強い、ほんと M8 みたいな感じの AR です。で、チームデスマッチでキルレ29を出せた試合なんですけど、今作ね、アシストもね、キル数に入っちゃうんで、まあなんでしょうね、今までほどすごい、なんだろう、スコアってほどじゃないかもしれないですね。なんですけど、まあ今回は、すごく今作は SMG ゲーって言われてる中でのちょっと AR 動画を出そうかなと思ったので、出したいと思います。まあ基本センターに陣取って、リスポーン変わったらそっち方を向くっていうね、単純な動きをしてるんですけど、まあマップがね、今作なんで SMG ゲーかって言うと、やっぱマップがね狭いんですよね。 AR は全然十分強いんですけど、マップが狭いせいでなかなか AR 息してないので、なるべくこう開けた場所、ロングがある場所を生き生きしながらキルを稼いでるところですね。そしてすいません、今日は後付けです。なんで後付けかっていうと、ちょっともう BO4 を触らないようにしてます。っていうのも、もう今月にプロ対抗戦があって、もうワールドオーツもね練習しないといけないので、まあもちろん交流戦はね毎日してるんですけど、 BO4 やってみた感じ、なんかエイムの仕方とか感度の仕方もなんか若干違うような気がして、やっぱりやりにくかったので、まあ今ワールドオーツにこう集中したいなっていう気持ちがやっぱり強いので、ちょっと BO4 はお休みしようかなと思います。で、この動画はちょっと前に撮ってた動画なんで、今はプレイしてないですね。で、今作の武器はアタッチメントがね、武器によってね違うんですよね。で、この AR はねストックとクイックがなかったかな。クイックはどうだろう、クイックグリップあったかな。確かストックがないんですよね。僕は AR を絶対ストックつける派だったんで、まあ、ちょっと扱いにくいかな。で、今作もう一個ね、バースト銃があるんですけど、そっちはね、ストックがあるんですよ。なんで、製品版出たらどっちかっていうとそっちをね、メインに使うかもしれませんね。こっちは確かに強いんだけど、やっぱストックの横移動がないのは、ちょっと AR としては、なかなか、うーんってところかな。やっぱストックがあると横移動で視点合わせるし、弾よけもできるんで、圧倒的に強いですね。ハイアレーターを装備した。使い心地は、まあ、M8 に近い。けど、M8 ほどレートが速くないかな。まあ、アナイアレーターはこういう風に、まあまあアナイアレーターは全然強気で狭い道も突っ込めますね。ただあのバースト銃で狭いところに入り込むのはやっぱどうしても厳しいんで、そうだな、そういえば今作はサブ武器にショットガンが持てるんで、ワンチャンショットガンありかもですね。室内入る時だけショットガンに切り替えて戦って、中距離とか開けた場所はこのバースト銃に切り替えるみたいな使い方もありかもしれないですね。今作かなりショットガンサブ武器に来てどうなるのかなと思ったんですけど、そんなに強くはなかったんで、まあ基本2キル2発ぐらい必要だったんで、まあショットガンゲーになることはなさそうですね。まあ今回はまあいろいろ言われてるんですけど、ベータなんでね、まだリスポーンとかね、オーバーウェポンとか、まあそういうのは仕方ないところがあると思うんで、僕はちょっと製品版に期待して待ちます。ちょっと心配のとこ、あと1個心配なとこはやっぱな、フレームレートが非常に良くないところかな。なんかバトロワも 30fps しか出ないんじゃないかっていう噂もあるんで、そこがちょっと心配ですね。まあ製品版までに良くなってくれることを祈ります。
まあ、来週もベータがあるんで、まあ、僕はもしかしたらやんないかもしれないんですけど、まあ、皆さん、ぜひ楽しんでください。もう、まあ、動画はもしかしたら上げれないかな、大会近いんでね。というわけで、すいません、今日は短いんですけど、お疲れ様でした。BO4 ベータのチームデスマッチで AR のプレイ動画でした。よかったらグッドボタン、そして Day5 ね、プロ対抗戦 Day5 の応援もぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom. Dance.